Hi everyone, thank you for watching. This is 4GT40 なんですけれども、この Hot Wheels 実は新品で1000円しました。Hot Wheels Premium ですら700円なんで、Hot Wheels にしては too expensive。一応映画 Wild Speed で使われていた車両らしいんで高いのかなとも思うんですけど、で、Amazon で届いて気づいたのは、普通のハートウェルは64分の1スケールなんですけれども、これは約50分の1スケール。そう、ちょっと大きいです。あと、タイヤがプラスチック。かなり高いハートウェルなのに、プラスチックかーい！ Amazon の写真ではラバーに見えたんですけど、まあゴム製のタイヤって5年ぐらい経つと硬くなっていくんですよね。割れる場合もあるんで、長く持ち続けるならプラスチックがいいよねって感じ。そしてライトは塗ってるだけ。まさか英語の車両も銀色に塗ってるだけだったのかな。ワイルドスピード一作も見てないんでわからないんですけど、まあ1000円したんだからクリアパーツにしといてほしかったよね。何はともあれこの 4GT40 で気に入ってるのはハンドル切った感じがかっちょいい。タイヤプラスチックなんでドリフト走行もいい感じ。それでは Thank you for watching. See you again.